始まった始まった。ん？なんだこれ？待って待って待って。今回ホラーゲーなんじゃないか？もしかすると。もしかすると今回の配信、ホラーゲーか？めっちゃ怖そうじゃん。メニュー画面。おい。こんな怖そうなメニュー画面のゲームが、エッチなわけないだろう！まったく。ちょっと皆さん、サムネイルご覧になりましたか？めちゃくちゃ怖そうなんですけど、今回のゲーム。あ、起立気をつけ、こんにちは、月野水戸です。よろしくお願いいたします。まあ、ということでね、こんな怖そうなメインメニューのゲーム、まあ、ホラゲーに決まってますよね、皆さん。まあ、こちら今回やるゲーム、配信なんですけれども、まあ、見ての通り、ホラーです。はい。まあ、こっから先は、あまあ、なるほどね。私もでも、ラブホではなかったかもしんないけど、ホテルの廃墟はちょっと行ったことありますね。まあ、エレベーターは使ってないけど、さすがに、ないし。動画の尺も稼げて、ちょうどいいでしょ。うんうん、それがいいですよ。たまになんか、どっかに地図とかがあったら、テンション上がるんだよな。下から撮影してくれない？あ、なるほど。頭いいね、ナナちゃん。そっか。ちゃんとそういうのも考えてんだ。階段でこけてなんか、またおっぴろげて、キャーみたいな感じのやつも計算済みだ。ナナちゃん、手段選ばないね。そんな素材使える？見えちゃわない？見えるからやってんだって。そこは見えないようにギリギリを狙ってよ。あ、いいね。まあ、少しはサービスシーン作らなきゃね。わかってんね、ナナちゃん、なんか。貪欲貪欲。あ、ね、今めっちゃ見えた。アピールだよ。おい、ホラゲー開始30分にて白パンツ見えたんだけど。見えましたね、今。びっくりした。本当に動画への熱意だけは本物ね。ナナは。やっぱ貪欲なんだし、そうじゃないとない、YouTuber。だけって何よ。うん、でも当然よ。うんうん、それでこそ。ストリーマーってもんでしょ。そうね。今ホラゲーなのに最初にパンツ見えちゃったよ。二人とも仲いいな。ん？ん？今あっちで何か光ったような。なんだろう。